今回は腹筋が苦手だけどお腹をへこませたい、そういった方におすすめなフロッグウォークを紹介していきます。たったの7回です。動画を見ながら一緒にやってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、腹筋をするとどうしても起き上がるときに首が痛い、腰を丸めると腰が痛い、そういった方向けに安全に行えるフロッグウォークを紹介していきます。簡単に言うと、膝をついた腹筋ローラーのようなやり方になります。ですが、腹筋ローラーって、進んでいって戻ってこれない場合、片側しか腹筋効かせられませんよね。どうせなら、行って帰って、2倍効かせたいですよね。そういった方におすすめな方法になります。初級者から中級者の方に、簡単に行えるやり方になりますので、動画を見ながら解説をしっかり聞いてもらって、お腹にしっかり効かせて、へこましていきましょう。それでは紹介します。腹筋ローラーを手で行う場合、上級者の方は、立ったまま手で進んでいって、手を伸ばしてこのようにキープしたりするんですけども、立って行う場合めちゃくちゃ難しいですよね。そこで膝をついて行うやり方があるんですけども、お腹に効きにくいようについついやってしまうのがこれです。完全に腰が引けた状態でお腹が締まらずに体を伸ばしてしまう。こうなると腹筋全然効いてないんですね。ちゃんと腰を丸めて手を伸ばしていかないと腹筋に効かないんですけども、今回は腰を丸めやすくするためにカエル足を作ります。足先だけ引っ付けて膝を開きます。これで反れてしまう腰を丸めておきます。お尻を締めた状態でこのままできるだけ前に進んでいって帰っていきます。ここでポイント、帰った時にできるだけここまで帰ってください。しっかり体を手をついて丸めることで、ここでさらにお腹が強く締まってます。この辺でやめてしまうと、もう少し腹筋を使えるところが使えなくなってしまうので、ちゃんと手をついて腰丸めて最後の最後までここまで帰ってくる。これがポイントです。これを7往復一緒にやってみましょう。もし辛かったら途中で休んでください。できる方は一緒に動画を見ながらやってください。お腹をへこませるポイントは腹横筋をしっかり使うことですから、できるだけ息を細く長く吐いてください。腹圧をかけることによってお腹がふーっとへこんでくるので、バーッと吐いてしまうとお腹に圧がかかりません。ふーっと細く長く吐いてください。もしペースが合わない方はマイペースでいいです。7回分頑張ってください。それでは行きます。スタート。できるだけ前に進んでいって、お尻しっかり締めて、しっかり腰が反れないように丸めて帰っていきます。最後の最後まで帰る。ここまで1回目、伸びて帰っていく。これね、上半身のトレーニングにもなりますからね。初級中級の方にはおすすめです。膝の幅は任せます。3回目、しっかりね、最後までお腹腰を丸めて。4回目、5回目、6回目、だいぶ効いてきた。ラストです。最後の最後まで OK です。お疲れ様でした。
今7回しかしませんでしたけども、これ意外と腹筋よりも負荷があるのでお腹に意外と効いてるんですね。通常腹筋はお腹を縮めながら体を持ち上げたりするんですけども、これはお腹に力が入ったまま伸ばされていって、伸ばされたお腹をまた縮めながら帰っていくので腹筋に2倍効いてるんですね。そして力が入ったまま体を前に伸ばしていくので腹筋の筋肉痛がとても起きやすいです。あんまり無理してやってしまうとお腹の力がもうないのに頑張ってやっても腰に力が入ってしまって、これも腰が痛くなる可能性が実はあるんです。7回ぐらいがベストです。動画を見ながらできるようになるまで何度もやってください。腹筋をすると首腰痛いよって方とっても多いと思います。無理してやってもね、お腹へこむどころか運動できない体になってしまうので、無理せず自分に合ったメニューを見つけてやってください。頑張ってやったよ、できたよ、できなかったよっていうのは、よかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。そちらの方でもコメント待ってます。今回もご視聴ありがとうございました。